サッカーやってたんで、まあ、サッカーも一応プラチナ世代って呼ばれてる代で、柴崎岳くんとか、まあ、結構目立つサッカー選手も多かったりとかして、まあ、美容師もなんかそんな感じでプラチナ世代って呼ばれるぐらい、まあ、92年代がいっぱい出てくるといいなと思いながら、まあ、活動してましたね。努力家な人が多いなっていうのと、あとなんか行動力がある人が多いなっていうのは、なんか最近こう出会うこの、まあ、今日も出会った皆さんを見てて、すごくそれを感じます。バックルームで胸ぐらつかまれて入社したてとかあったので、でも、でもこうやめ、それで辞めたくないなって思ったし、いつかその人に行きたいなとか、やっぱそういうこう精神ってなんかみんなある程度持ってるのかなって思うんで、まあ、そういった意味ではこう、なんだろう、発信力だったりとか、まあ、結構気合が入ってるのかなっていうのがなんとなく感じます。ご飯行こうよみたいなあるんですけど、いや僕からしたらずっと見てた人たちだったんで、なんかすごいなってこうリスペクトの気持ちがすごくあったんで、今すごくここに来れて光栄だなっていうのはありますね、はい、やっぱり年齢的にももう30手前になってるから、その年代的にもちょうど僕が聞きたい年代でこう幸せなタイミングだったなって思います。話ちょっと変わっちゃうかもしれないんですけど、まあ、結構結婚する人増えてきて、まあ、すごいいいなまだまだこれからいけるのかなっていう、そういういろんなジャンルの人たちがこれから多分美容室の中でどんどん一番トップに立っていくので、逆に僕らのやり方次第によってはまだまだ美容業界変わっていくのかなって思いますので、そういう観点で言うと90年代はそういうトータルジャンルでみんなが上がっていけばトータルが強いかなっていうのは僕かなり思ってますね。で僕らってこうある程度知識と技術を積んでいく中で SNS も発達してきたんで、そこの使い方が上手い人が結構今こう名前が通ってるんかなと思ってるので、でそういった意味ではその技術と、まあ、SNS だったりそのウェブマーケティングの組み合わせっていうのがあのすごくストロングポイントなんかなと思いますね、この世代の。まあ、辞めた人 ほぼ高確率でフリーランスになるんですよ、はいはいはい、でまあそこのこうなんで雇われててフリーランスになるのかって、まあ、経営者側も知っておけばそこを未然に防げることもあると思うんで、まあ、こういうのも意見を聞きたいなと思って。フリーランスになったきっかけなんですけど、やっぱ SNS が大きかったですね。 SNS でその自分で、まあ、集客だったり、まあ、僕の今の活動のセミナーとかの、まあ、仕事が入るようになって、でそうなってくるとこう自分で、自分の思った活動をしたいなってなった時に、どうしてもこうお店のブランドの中でいるとできないことが出てしまうとか、通さないといけないことが増えるとか、そこの煩わしさみたいな若干感じてしまって、それだったら一回自分でやってみようかなっていうのが、フリーランスになったきっかけでしたね。逆にじゃあその社員でいる時、雇われてる側でいた時に、じゃあこれがこうこうこう、これが悩みなんですっていうのが例えば代表とかに伝えて、いやそれが解消するんであればフリーランスにならなかったっていうパターンもあるんですか？ ありえますね。僕自身も教育はやっていきたいなと思って、セミナー活動もしたいなと思ってたんで、一応会社の方にこういう依頼が来てるんですがどうですかみたいなところで伝えたんですけど、まあ、なんかその入った経験もまだ浅いし、そのブランドの価値もまだ理解してない状況だから、今個別でそう動いてもらうのは困るっていうことで、あと 1,2 年キャリアを積んでくれたらそのお店のブランドを背負ってこういろんな活動していいよっていうような判断をもらって、僕の中でその 1,2 年が長かったのですぐ退社したんですけど、あやればいいじゃんって感じなんですよ、はいはい、そこで揉めるのってそのやった時の取り分、あ結局まあ僕からするとうちに働いてるから来てる仕事だよねっていう部分もあって、はいはいはい、でその取り分ってめちゃくちゃ難しいと思うんですよね。あでまあご自身的には俺に来たんだよみたいな、 DM で来てんだからそりゃそうだろみたいな感覚もあると思いますし、やっていいけど取り分半々とか言われたらそこはどうするのかなっていう、でこう半々とか、まあ、取り分が会社側多かったとしても本当におっしゃるようにブランドの力だったりする場合が多いので、それはまあ叱るべきかなと思いますけどね。どっちかというとやりがいを優先っていう感じですね。シンプルに、まあ、数字の面とかいろんな問題があるのかなって多分こう雇う側からすると思うと思うんですけど、意外とその一フリーランスとしては、まあ、その代表の人柄で決めてる可能性っていうのが僕の場合はそうなので、
他の人たちも結構多分代表からすると数字か何かここが問題かってあると思うんですけど、実はやっぱ人柄だったりとかする部分が多いんじゃないのかなっていうのは、自分のお店から結構フリーランスに流れてしまうみたいなことを言ってたと思うんですけど、そこに対してのこう、まあ、さっき取り分と申し上げたんですけど、まあ、お金の面だったりとかっていうのはなんかどういう対策をしてるっていうか、ブランドを守らなきゃいけないっていう、でそのブランドを守らなきゃいけないってことって良くも悪くも変わっちゃいけないし変わらなきゃいけないしっていうこの難しいバランスっていうのがあると思うんですよ。で例えばじゃあこう辞めますってなった人の原因がお金の場合って、じゃあその人の給料を上げたら他の人の給料どうするの、なんでこいつのがもらってるんですかっていう納得できる理由がなければできない。そのアシスタントを雇うのってコストがかかるんですよね。だからこのフリーランスと同じ給料を渡せない理由で、それ各ブランドサロンが全てそうだと思ってるんですけど、だからそこで給料上げれないからもう普通にお金って言われたら、あ、でも無理だってしか言えない。それ以外の勝てる部分をやっぱ作るしかないのかなって。だからそのお金って言われてお金を上げちゃうと難しいなって。だからそこ、そうですね、だから 10% 上げたぐらいでフリーランスの 80% に勝てるわけじゃないですそうってなった時にそこじゃないなと思うんですよ。だからそれこそ人柄でいてくれるとかあると思うんで、もうお金に関しては諦めます割と。でただその代わり一応辞める子には今自分売り上げこのぐらいでアシスタント使ってて、うちの家賃はこのぐらいで材料このぐらい使ってるから実際本来利益はこんぐらいだけどこのぐらいもらってるんだからねみたいな、リアルの数字はちゃんと教えてあげないとフリーランスになった時にうわやんなきゃよかったって もう後悔させたくないんですよ、せっかくうちを選んでくれたんで。だからそのお金面もしっかり話してそれでもやってみたいんだったらいいんじゃないみたいな。どんどんやっぱり独立する人が出てるんですけど、なんかそれを今後うちのグループ全体としてなんでそうなるかってなった時に、意外とさっき言ったその数字っていうのが辞めたタイミングとか辞めてから知る人が、まあ、スタッフが多いんですよ、ね、なんかそこって教育に入れちゃったらいいんじゃないっていうのは思って、まあうちらは全員提案してるんですけど、なんかそこって、うん、やっちゃえばいいんじゃないなんかスタイリストに対するなんかその教育っていうのがなんか業界って、まあ、うちが弱いのかもしれないですけど、なんだろうな、アシスタントに対しての教育はしっかりするんですよ。でスタイリストになってからは集客とかそこのとこに関しては結構業界全体的に自分でじゃあやってくださいみたいな、じゃあホットペッパーぐらい作ってきますよみたいな感じじゃないですか。ってなった時にあの個人でじゃあサロン以外の時間で SNS 運用してとかってなった時に、いや自分ってこの会社に例えば9時間いますってなって睡眠6時間ですってなった時にね、残り9時間分を何に使ってるか、そこで SNS 運用とかバーって使ってるその時間に対して会社がそこで折半って言うと納得しないスタッフも結構出るみたいなのもあるから、なんかそこをなんかスタイリストに対して会社が教育すればなんかそこのまあ数字の面もある程度コントロールできるし、今ってなんか個人の時代に、まあ、ある意味なってるじゃないですか。ブランドサロンもやっぱりブランドだけだと正直うちもお客様なんかちょっとあんまり来ないのかなっていうのを感じてて、まあ幹部コースと独立コースみたいな感じで道筋を一応立ててて、まあ幹部コースやるなら、まあ、うちの店に残って幹部だし、独立コースなら、まあ、一応その独立のノウハウみたいなのをしっかり教えてあげる。でまあ一緒に働いてるからさっき言ったようにもう辞めた後でもやっぱ気になるじゃないですか、辞めたスタッフのことだし、やっぱ携わった人だからなんかまあ言い方はあれですけど、まあ、幸せになってほしいから、だからそういう面もしっかり伝えた上で、まあ、うちと組むのか自分でやるのか、もしくはまあなんだろう、グループとしてやっていくのかみたいなのを、まあ、選んでもらうコースがあればなんか納得いく関わり方ができるのかな。なんかそのフリーランスでも学べるでしょとか、技術教育できるでしょみたいな、フリーランスになっても勉強できるよっていうような風潮ありがちですけど、意外とそうでもなくて、フリーランスになって得られる情報って例えばセミナーとかオンラインサロンとか割とこう一般的な情報だったりするんですよ。でもなんか教育系の例えばアツトシさんとことかシンさんとことかこう
その人だから教えられる学びって絶対あるから、そこでこう0から80点まで引き上げて残りの 20% は自分で考えてみたいな教育ってめちゃめちゃ重要あるなって独立してお店出したいなとは今は思わないまだまだまだ経営者側シンプルに美容師ってお金の稼ぎ方を一つしか知らないっていう超デメリットがあるんですよね。まず、まあ、言い方悪いですけど全員高卒なわけで、まあ、専門卒ですけど、で、まあ、美容学校入ってこれしかお金の稼ぎ方を知らないんですね。ってなってくると当然やっぱり雇用されてると比べてしまうんですよね、他の職種の人たちと。 SNS でもどの職種も全部つながってるんで、その人たちとの明らかな給与の差で何かがおかしいって思い始める。別におかしくないんですね、まあ、のちょっと前だったら別におかしいことじゃないんですけど、明らかな差で比べておかしいと思って辞めるっていうのが大体のパターンなので、まあ、シンプルに収入源が一つっていうのがまず問題点で挙げられるとすれば、その収入源が2つ3つあれば辞めないっていう、まあ、問題がそれなんだよとか結論に至るわけじゃないですか。で結局、まあ、僕と山崎さんが、まあ、フリーランスとかでいて、もうここがもう答えになっちゃってるんですけど、まず収入源が一つじゃないんですね、あのフリーランスでこういうここにいる人って。で、まあ、なんだったらもうその本職を超えてしまってるんですね。あの多分僕も山崎さんの、 その副業っていう言い方あるんですけど、そっちが超えてしまっているので、であればじゃあどうやって解決したら、どうやったら解決するかっていうと、トップの人が、働き方をまず2つ3つ覚えることなのかなっていうふうに思ってて、まあ、要は美容師っていう枠をもう超えちゃう、じゃあもうじゃあ無理だよって終わらせたらそこで終わりで、もう終わりなんですけど、多分例えば厚井さんとかがすごいめちゃめちゃ頑張ってて、ね、ここまでこう結果出てらっしゃる方で、で頑張ってないわけないんですよ。一日朝から晩まで美容のこと考えてとか仕事のこと考えて、で日本の中で本当トップクラスに頑張って、それでも何か悩みがあるとしたら、もしかしたらその枠の外に答えがあるのかもしれないっていうのが僕の中の結論で、例えばまあ女の子だったら、コスメが好きだったりするわけじゃないですか。でインスタグラム一つの例えになってくるんですけど、じゃあその女の子美容師やりながら、じゃあコスメアカウント一つ作ってみたら、コスメの紹介アカウントで作ってもらって、美容師のアカウントとコスメアカウントで併用させる。でコスメアカウントに関しては収入はもうその子全部取っていいよ、まあそれ俺関係ないから、美容師関係ないからって言って、で、美容師の方はまあ俺関係あるから、俺の店にいるからでしょって言って取る。そっちだったら理解してくれる。でそれを、まあ、トップの人がもし教えれるのであれば、あの収入源が2つあるんで、要はお金に対して構わ持たない、うん、例えばこれ美容師以外のところでもそうなんですけど、お笑い芸人が YouTube で収益になったら、まあ、漫才で M1 で優勝を目指してとかやってる人たちって割と不満はないんですけど、その漫才しかできないっていうお笑い芸人って大体不満があったりとか、ツイッターで結構炎上してるんですよね。その吉本はお金全然くれないみたいな。なんですけど、大体収入源が2つある人ってその問題をクリアしてて、会社にもなぜか不満ないんですよ。っていうことが、あの浮き彫りになってくるのかな。その斉田さんが言ったことと一緒で、まあ、自分の本当に潜在的なものを売り出して、もしかしたら自分の価値って労働以外にあるんじゃないかっていうことに気づかせてあげれれば、そこは解決するんじゃないかなって思います。その副業とかってありなんですかね。うちはそれこそ YouTube に関しては、なんなら僕コロナ期間 Uber Eats 一緒にやってたぐらいなんで、1時間で俺はこのぐらいの価値があるって勉強すればするほどやめやすい。でも逆に言えば、そのぐらい頭がちゃんと切れて学べるんだったら、フリーランスやった方が自分の生活には。